振付師である。オレゴン州ポートランド出身。13歳からダンスを始め、キム・ボーガロに指示して、バレエ、フラメンコ、モダンダンスなどを、オレゴンバレエシアターで学ぶ。アフリカン・アメリカン・バレエに4年間在籍した後に、ニューヨークに拠点を移して、アルビン・エリー・アメリカン・ダンスシアターで、ダンスのトレーニングを続ける。タリアのコンサートのバックダンサーを務めたのを皮切りに、 数々のコンサート、テレビ番組、PV に出演。シアラ、マイア、プッシー・キャット・ドールズなどのバックダンサーを経験。2004年に行われた第38回、スーパーボールのジャネット・ジャクソンによる、ハーフタイムショーにも出演。ダンサーとしてだけでなく2006年には NY をベースに、アンダーグラウンドアーティストとして、活動開始、シングル、ビッチ・ユーベッタを発表。 2007年には、ビヨンセの世界ツアーの振り付け、演出を任されるまでとなる。なお、ビヨンセは、自分がもし男性だったら、ジョンテ、になりたいと発言している。2009年オーストリアでは、ライフボール2009にて、パトリシア・フィールドの紹介する、デザイナー・ザ・ブロンドスのファッションショーに、パメラ・アンダーソンが、巨大ラジカセと共に登場し、その再生ボタンを押すと、 ビッチ・ユーベッタが始まり、ジョンテ本人登場した。ヨーロッパの翌日の新聞の表紙を飾る。ありがとうございます。